ゆったり会でございます。どうもー、どうも、ゆったり会です。お願いいたします。突然ですけど、何ですか？白いご飯に合う、ちょっと最強の具材を見つけたんですよ。はいはい、白い具材、白いご飯に合う最強の具材。そうそうそう、白いご飯に合う最強の具材。まあ、いきなり噛んでしまいましたよ。白いご飯には最強の具材。ありがとうな。ありがとうございます。何の感謝だよ。感謝される覚えねえよ。助かったよ。助かったってなんだよ。こっちとら噛んでんだよ。いやだ、俺、山田さんがあんなこと言うから、ちょっとふわふわしてる。ふわふわ。これでリセットされましたから。白いご飯に合う最強の具材。最強の具材、いいじゃないですか。ちなみにお前は、その白いご飯に合う最強の具材って言ったら何？僕はね、やっぱり、おかかですね。なんと言ってもやっぱり、おかかなんですよ。おかかな、お前。おかかって、てへへみたいに言ってんじゃねえよ。言ってないよ。言ってんだろお前。言ってないのよ。そんなん言うんだったらお前こそご飯に合う最強の具材何？あ、僕はね、もうトロロ。やっぱりあのご飯何杯でもいけますから、僕はもう間違いなくね、トロロ。トロロな、トロロってお前トトロみたいなこと言ってんじゃねえよ。言ってねえよ俺。言ってんだろお前。言ってねえよお前。だいたいお前のトロロのイントネーションが気になって、具材が合ってるかどうかどうでもよくなってんだよ。トロロじゃなくトロロなんだよお前。おかしいんだよイントネーションが。イントネーションなお前。イントネーションってお前、大地三章みたいに言ってんじゃねえよ。言ってねえよ。言ってんだろ。言ってないっつってるだろうかお前。お前もう黙れ。なんかグダグダうるせえけど、お前マジで黙れ。黙れな。黙れってお前、メドレーみたいに言ってんじゃねえよ。言ってねえよ。言ってんだろお前。俺キャバレーみたいに言ったんだよ。どうでもいいよお前。お前はキャバレーのつもりでも俺にはメドレーみたいに聞こえんだって。いやだから、お前はキャバレーのつもりでも俺にはメドレーみたいに聞こえんだって。聞こえんだってなお前。聞こえんだってって、お前プチョヘンザップみたいに言ってんじゃねえ。言ってねえだろ。言ってんだろ。言ってないのよ。じゃあお前、その白いご飯に合う最強の具材がおかかなんだろ、ってことはおかかのおむすびが最強ってことだよな。そうよ。じゃあそのおかかのおむすびに合う最強の飲み物ってなんだよ。もう水よ。あ、水な。まあ、水の中でもクリティスティックガイザー。クリスタルガイザーな、てめえ。何がだよ。クリティスティックガイザーってお前、ファンタスティックベイベーみたいに言ってんじゃねえ。それは言ってない。言ってんだろお前。だからお前さっきからふざけすぎだろお前。お前ふざけてきたらこっちお手上げだよ。お前こっちだってプチョヘンザップよ。じゃあお手上げみたいに言うな。どうも、ありがとうございました。